レインボーな東京を一緒に作ろうじゃありませんか。私は昨日実は大阪に行ってきたんですが、東京が変われば大阪が変わるというプラカードを持った人と出会いました。今裏金と金権腐敗の自民党政治にうんざりしている人が全国にいます。ですからこの東京都知事選挙に大きな注目が寄せられています。東京変えようじゃないですか。蓮舫さん知事にして変えようじゃありませんか。今日は連合凱旋、蓮舫さんの7つの公約、その3つ目はもっと多様で生きやすく、あなたの人生の選択を大切にする。私はこういう方にこそ都知事になってほしいと思うんです。多様性が問われる問題いくつもあります。例えば選択的夫婦別姓の問題、岸田首相はこの前記者会見で子どもの利益、子どもの幸せ、こういうことに関心のある方は夫婦別姓には消極的な方が多いのではないかと言ったんですね。そんな統計聞いたことありません。だいたいこれでは逆に夫婦別姓を望んでいる人は子供の利益に関心がないと非難しているように聞こえるじゃありませんか。こんなのおかしいんじゃないでしょうか。家族のあり方、カップルの関係も親子の関係もすでに多様です。その多様であるということを認めようともせずに、いやむしろ事実を誤認し、わざと誤った認識まで示して、家族はこうあるべきだと特定の価値観を押し付けるような、そういう言われ方はそろそろ終わりにするべきだと思います。この東京都ではパートナーシップ宣誓制度が世論に押されてようやく実現をしました。ところがよく見るとご夫婦別姓を求める人も使えるのかと思ったらそうではないんですね。またファミリーシップ制度ではありません。ですから子供との関係はそこで反映するわけではありません。オンラインでの申請が中心です。相談窓口もない。ですからもっと使いやすく、もっと広く対象を捉えるような、そういう制度にするために蓮舫さんを都知事にすることが必要なんじゃないでしょうか。小池都知事はこの前の都議会所信表明で人口とは国力そのものだと言いました。子供を作ることが幸せな生き方につながる、そこに確信を持てるかどうかなどと言いました。異性間での結婚を前提にして結婚をして子供を作る、その生き方ばかりを支援するような言い方ではないでしょうか。国力のために産んでくれというのでしょうか。それは多様性や個人の選択というあり方とは全くかけ離れた権力の側の都合に基づく発想でしかないんじゃないでしょうか。私は今国政においても都政においてもその中枢にいる人たちの中に人権がアップデートされてないと思うんです。虎に翼も見てないんじゃないかと思うんですね。変える時だと思います。排除しないと言っている、多様性を前提とするその蓮舫さんをぜひ都知事にしようではありませんか。今皆さんテレビをつけますとアメリカの大統領選挙のテレビ討論会については長々やってますね。でも都知事選挙の討論番組はなぜかありません。蓮舫さんの X を読むとある一人の方が都合がつかないので流れてしまったというんですね。公務でお忙しいと言っている小池都知事が断っておられるようなんです。討論番組に出てきてもらうべきじゃないでしょうか。選挙の最中から都民に対して顔向けをできない方が知事になったら途端に寄り添うということは私はないと思うんです。会いに来る蓮舫さん、会いに行ける蓮舫さん、都知事にするために全力で頑張りたいと思います。
一緒に変えましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。山添拓さんにお話いただきました。高槻真奈さんもありがとうございました。ぜひ